精鋭部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。帰還した。何しやがる！待ってくれ！よくもどうなすよ！やめて！やめてください！俺たちは本部に突入するつもりだ。お前も手伝ってくれ。了解だ。なら俺はお前に渡しておくぜ。ありがとうよ。これがあれば本部に群がってる連中を倒せるんじゃねえか。突入する作戦を行っています。力を貸してください。分かった。とりあえずこれを使って。あいつを追ってくれ。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば
私は何でもできる。拠点を立ててくれ。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。本部が崩れかかってる。よう、無事だったか。お互い無事だったみてえだな。本部に突入できるんじゃないか。あいつは、くそ、俺たちを狙ってやがる。ここで討伐するぞ。
本部に突っ込むなら今しかねえ。行けるか？この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。諦めない。やるよ、これ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。死んでしまったらもうあなたを思い出すことさえできない。あWe'll be right back.